他人をおもちゃのようにもてあそび続けている。ヘドが出る。白い鱗の大蛇、それがあんたの正体だったと。その体を私にちょうだい。それでもどうにかしたいと巣の中のひよっこを狙ってたお前が逆に狙われてたのだ。これから空高く飛び立つ鷹の目になる。サスケ！終わりか。あまりにもあっけない。そろそろ効いてきたみたいね。あなたごときの術ではまだまだ殺せぬ。いただくわよ。私の中にある異空間、ここで転生の儀式を行うのよ。俺はまるであの時のあの目、その目がついに私のものに。しかしあのサスケくんが素直にうんと言うとは思えない。サスケくんといえどもあの儀式には逆らえまいが。巨大蛇の脱皮ということはすでに儀式は終わったのか。どっちだと思う？これは転生の儀式。転生の儀式の記憶を見せられているんだ。これをガナ、ここは私の作り出した異空間よ。オロチマル、お前のいかなる術もこの目の前で。サスケ君の意志が空間を侵食していく。こんなところで全てを手にするものなのだ。嫌な雲行きだってばよ。およる落日、血のようじゃな。どうしました？いや、なんでもない。俺が奴のすべてを乗っ取ったのさ。